写真拡大。セリーグ、中日0対0、ヤクルト、延長10回規定により引き分け。9回戦、中日4勝3敗2分。2日、名古屋、D 緊迫した投手戦は延長に入っても決着はつかなかった。中日の梅津は10回127球を投げ切り、5安打無失点に抑えた。中日の本格派右腕梅津と、ヤクルトのサブマリン右腕山中の投げ合い。梅津が150キロ近い直球と鋭い変化球で抑えれば、山中も下手投げから緩急をつけた投球で龍打線を手玉に取った。両チームのスコアボードにはずらりとゼロが並ぶ緊迫とした展開となった。山中は8回4安打無失点で降板し、9回を清水に託した。清水は西一塁で打席に入った。4番ビシエドを空振り三振に仕留め、試合は延長戦へ。10回も梅津がマウンドに立ち、三者凡退に打ち取ると、ヤクルトの守護神石山が勝ちがない状況で登場。石山も三者凡退に抑え、試合は引き分けとなった。